クーペカブリオレとは自動車のボディタイプの一つで開閉式ハードトップを備えたオープンカーのことを指す。ホロの代わりに鉄の屋根を開閉するためオープン状態ではカブリオレにクローズド状態ではクーペに変身できるのが特徴である。ただし屋根を収納するスペースとしてトランクを使用するためデッドスペースが生じ車両によってはカブリオレ時にはトランクとしての使用は ほぼ不可能な車両もある。プジョー 601C エクリプス1934年、この機構の講師とされるのが、司会でありながら、自動車の設計と、スタイリングにもその才能を発揮した、フランスのジョルジュ・ポーランが1933年に、特許を取得した、エクリプスと名付けられた、電動油圧格納式、メタルトップである。カロセリー・プルートの協力を得て、パナールをベースとした、 デモカーを制作した結果、プジョーがこれを採用し、1934年5月以降、601C エクリプス、401エクリプス、301エクリプスを相次いで発表。翌1935年のパリサロンでは401エクリプスに代わる402エクリプスを発表している。カロセリープルートーは、同年にランチやベルナでも通常のホロモデルに加え、 エクリプスを手掛けている上流階級を得意客として発展した欧州の高級車メーカーやコーチビルダーは1929年の世界恐慌から第二次世界大戦にかけて倒産や業態の転換をやむなくされてこれらの贅沢なモデルも全滅し欧州車での同様の機構は60年以上後に発表されるプジョー 206cc まで途絶えることとなる プレイボーイ1948モデル1947年に米国のプレイボーイモーターカーが販売した唯一のモデルであるプレイボーイで初めて屋根が分割格納式となったプレイボーイはコンビネーションコンバーチブルクーペと名付けられた前席3人乗車の小型オープンモデルで後部トランクに格納されるスチール製トップは中ほどがヒンジで折れ折りたたみ部は ゴム製ガスケットでシールされていた。手動操作であったが、コンパクトにまとめられており、運転席から上げ下げできた。同社は、この1車種のみを100台足らず生産し、1951年に倒産した。フォードフェアレーン500スカイライナー1958、モデル1957年には、フォードモーターが、フェアレーン500スカイライナーを発表し、電動オペレーションを行った。 モーターが七個、リレーが十個、サーキットブレーカー八つ、ワイヤリングが六百フィート以上になったという、開閉時間は四十秒だった。九百五十九年にはカタログから消えたが、この時の技術要素は、以後のコンバーチブルに応用された。その後、九百九十二年に発表された、ホンダ CRX の三代目となる、デルソルでは、日本国内と欧州向けの上級モデルに、 エレベーターとコンベアを用いた電動格納ハードトップのトランストップが設定された。45秒で開閉した。1995年には三菱 GTO の北米モデル。1996年にはメルセデスベンツの初代メルセデスベンツ SLK クラス SLK が発売。以降クーペカブリオレは各メーカーから発売された。 現在はリモコンでの開閉機構を装備するものも多く、また開閉時間も20秒ほどとなって、2005年のルノーメガーヌガラスルーフカブリオレでは、電動格納式、グラスルーフを装備した。ハードトップではあるが、日本の車検証の形状欄は、ソフトトップと同じく、ホロ型となる。ありがとうございます。